い、ここはどこでしょうか。新幹線の駅ですね。で、こちらが見えるかな、遠くに。あ、ちょっとこのカメラではわからないですかね。はい、こちらは、静岡県です。マウント富士、見えてますかね。今回は日本とハワイのリゾートホテルの比較です。日本ちょっとだけ移してからハワイの方に戻りたいと思います。リゾートホテル比較ですね、日本とハワイ。さあ、どんなところでしょうか。さあ、やってきました、練習場です。ここは、あ、今日は T シャツですね。 T シャツです、すいません。静岡県の流通ジャンボゴルフ場、ゴルフセンター、ゴルフ練習場かな、にやってきました。いつも見てる YouTube のティーチャー、先生がこちらで教えてるってことで、ここ毎年訪れてますね。必ずやってくるって、ここで練習受けてます。さあ、川名に向けて練習します。桜、めっちゃいい時期。すごいスイングですね。めちゃめちゃ綺麗なスイング。いや、フォロワーがめっちゃ増えてるし。完璧。いやー、腹減った。もうゴルフ練習しすぎ。明日大丈夫かな。はい、のへそさんです。めちゃめちゃ美味しい。たまたま入ったお店でオーナーさんが僕のこと知っててくれたみたいな。いやー、久しぶりやね。うわ、カツオ輝いてる。何これ。え、これを、これを刺身に。うわぁ、絶対美味しいやん。うわぁ、わさびつけんでもいいですよ、タルトです。このままで、はい、うわぁ、静岡のお肉出てきた。静岡やばいね。うわ、すごいすごい。なぬ、アナゴのフライ、フライ初めてかも。輝いてるね。うわぁ、すごい、カワハギ。あれ、なんか聞こえてきたな、今。なんやろ。あれ、なんかこれ、アーリーっていう、なんかアーリーキャッツっていうか、暴走族が出てきた。いや、違う。アーリーやろ。うわぁ、宝石箱や。うわ、サバうまそう。なんか言ってる。うま。さあ、やってきました、チャラーン川名ホテルです。マークかっこいい、伝統こうあるホテルですね。有形文化財登録されてます。いや、ここのエントランスロビーめちゃめちゃおしゃれ。うわー、天井高、梁がすごいですな。この梁
戦前からの建物なんでめちゃめちゃ古いんですけど、やっぱこれ伝統歴史感じますね。夜かっこよさそう。ここ夜もちょっと撮ってみましょうかね。いい、めちゃめちゃ気持ちいい。今この時期多分冬はこれ暖炉が入るってことですね。この暖炉も古っ。でこういった何の部屋ですか。ピアノを聴く、劇場みたいなところもありますね。いやでもここほんまかっこいいな。ここがロビーでレストランで、ここが正面。いやすごい。うわー気持ちいい。このなんていうんですか、公園、お庭で、あそこに見えますかね、ヘリポートがありますよね。東京からまあまあこの伊豆川のアクセスが悪い、まあ、それでも電車で1時間半車で2時間ぐらいらしいんですけど、ヘリコプターで来る方がいてると、まあ、昔からの名門ゴルフ場、お客様もすごい方が多分多いですから、東京からヘリで多分40分ぐらいで来れますね。20万円ぐらいですか。10万20万、まあ3人ぐらいだと1人6万とかで来れるんですかね。ということでちょっとゴルフの方を楽しもうと思います。お、もうすぐ富士サンケイクラシック、来週や。うわー名物のこれホール、いきなり打ち下ろし。ナイスバーディー、ナイスバーディー、はい、最終ナイスバーディー。みんなバーディー取った、あら取った、初バーディー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも、いい名物アービラーメンとロブスターのカレー。うわーすごいなこれ。おー、これがマリリン・モンローが食べたやつを再現したオムライス4500円です。汗かいてるね。うわ真っ黒やん、いい台無しやん。うわでか、あ、でかいね。うわ美味しい。うわヘリコプターでやっぱ来るんや、川名に。すごいな。はい、ということでお部屋の方を紹介しようと思います。いやここ名門ホテル、名門ゴルフ場ってことで、久しぶりにジャケットを着ました。何年ぶりやろ。いやここほんまかっこいい。ここのエントランス、ロビーいいですね。これは多分ハワイにはないでしょう。いやサクッと紹介してサクッとハワイに戻りたいと思います。今後2ヶ月に1回は日本戻ってきて、ハワイの不動産個別相談会の方をやろうと思います。ってことで日本もたまにハワイと比較するかもです。日本の不動産ホテル、いやーいいですね。さあプレーが終わりましたと。いやー楽しかったです。ロビーとかは非常に老舗感ありましたけどね、伝統が感じられましたけど、お部屋は結構いい感じ。景色がすごい、綺麗ですよね。ホテルの歴史の割にはお部屋が綺麗、多分改装してると。で景色がこんな感じ、いやー気持ちいい、最高ですね。プールもあると。
非常にいいですね。でお部屋がこんな感じです、まあ、さらっと紹介しますけどね、風が気持ちいい。なんて言ってもこの風、4月の日本の春最高ですね。富士サンケイクラシックの大会が川名で来週行われるってことで、一番いい時期かなと思います。こういう柄、桜の時期に桜、たまたまかな。いいですねこの景色。ベッドの上からだとこんな感じです。いいですね、味がある。さあハワイはどんな感じでしょうかね。あ、その前に食事も紹介しましょうか。お食事も紹介するということで、一応川のホテルの食事どんな感じかちらっと紹介します。でクローゼットこんな感じで、ここにはチャラーン、はい、今日はポロシャツです。ゴルフ終わりってことでポロシャツですね。いやー今日もスコア良かったですね。今日は良かったです。でここに、お風呂ですね。大浴場がありますか、日本のホテル、まあ、旅館っぽいですね。温泉がついてると川のホテルには、それ目当てで来る方も結構いてるみたいですけど、日本は大浴場があるってことで、ハワイには多分ないでしょうね。まあってことでこのお風呂も使わないでしょうね、大浴場がありますからっていう感じですかね。でウォシュレット、やっぱり日本はウォシュレットマストでついてますということで、さらっとこんな感じでご紹介しましたと、こちらが川名名物の、フルーツケーキになってますね。お、ちょっと待って、富士山、そっか富士山が見えるはず、本来はあちらにマウント富士が見えるはずですけど、さっきゴルフプレー中見えましたけど、この角度から見えないかな、もうちょっと左にあるんですかね。なるほど、いやーちょっとお腹減ったけど、あ、おいしい、2種類ありますね、うまい、最高。お風呂入ってこうよ。富士山見えるかな。ここから富士山が、うわー、わかるかな富士山。こちらに見えてます。今が6時、食事に行こうと思います。下が鉄板かな、鉄板グリルのお料理を食べに行こうと思います。あ、富士山見えてる、すごい。いやー川名いいですね、やっぱ日本のクラシックホテルも負けてない。川名の絶対コースがいいと思うんだ。ジャンボ先が16番のロングで3連発を切ったらしい。3連発 OB マジですか、まずそこ、うん、男子プロの体育館もやってたってことです。6時間かけて来てテレビ100回ぐらい見た、6時間かけてきてどこで盛り上がったら、うん、あれやで、名古屋越えてまだ浜松ついてへんのに富士山まだ見えへんのかずっと言ってた。いや富士山ほんま感動する。トンネル越えて、どんどんトンネル越えると見えへんから言ってるのに、浜松ついてへんのにずっと言ってた。ずっと言部長がさ、うちの浜松、また部長さ、小さい時に4歳の時に親戚のに送られてで中学高校ぐらいまで浜松にいたんよ。なんで怒られた、親戚のところ、自分の家だと、そうそうそう、食いぶちへ出すために送られて、そういう時代なんです。そうそう、で小学校の時に高橋常務が自転車乗って大阪から来たらしい来て、そう、怪しいっすよね、キャラメルくれたらしいでそれを覚えてるらしい。
ャラわざわざキャラメルを届けに来たって。そうそうそう。ああ、ええ話です。で、自転車で。で、その時話してる時に毎日富士山見てたって言ってたわけよ、浜松で。っていうから見えると思ったら全く見えんかって。嘘やってんじゃん。やっぱ全然撮影してないやん。よう、そんなんで、だって慣れてるからできるよね。撮影？画面見えてないのに。これ映ってるんですよ。はい、ジャンボ小川さんです。画面見えてないのに。中川店長。感覚。我慢、画面こっちありますよ。どこにあるの？見えんけどね。うん。多分ですよ。あ、これ自分の。これ自分の映ってるんです。うわ。うまっ。マウント富士。なるほど。すげえ、ジャパンすげえ。うーわ、めっちゃおしゃれ。え、85年前の照明。え、これじゃないか。あ、ちょっとそう。電気は変わってるってLED ではないけど。お、川のホテルの歩み、大島コース昭和3年、ホテルは昭和11年、なんか85周年とか書いてましたけどね。昭和29年、ジョー・ディマジオ、マリリン・モンロー夫妻ハネムーンで来館。すごいな、天皇陛下も来られてますし、マリリン・モンローさん。そっか、当時はこういう西洋風のホテルっていうのがなかったんですね。あ、これさっきのとこかな。ラウンジ、昭和30年。あんまり変わってないよね、当時から。バーとか、当時あんまりなかったんでしょうね、こういうところが。日本にこういうとこを作りたいってことで、建てられたホテルですね。いやー、なかなかのクラシック感出てますね。で、ゴルフはこっち、クラブハウスは別の棟になります。ここから歩いていくっていう感じですかね。まん丸太陽が昇ってきました。おはようございます。うわー、綺麗な日の出。東京ぐらいから登ってきてるんですかね。こっちが大島。いや、今日もゴルフ楽しみです。うわ、2階からの景色もすごいね、ここ。社交ダンスかなんかしてたんですかね。すごい。お、書斎、ライブラリー、こんなとこなんですね。おしゃれ。フィットネスルームもありますね。あ、富士山見えるかな今日。富士コースと大島コースっていうのがありまして、富士コースが名門ですね。あ、ちょっとここからは見えない。ちょっとゴルフ中に撮れたら撮ろうと思います。はい、大島コースやってきました。今日も天気完璧やん。あれが大島かな。いやー、気持ちいい、最高。はい、大島コースの18番、最終かな。いや、カート乗り入れできるとか最高よね。いやー、楽しかった。雨。いや、ゴルフ楽しかったな。大阪戻ってきましたということで、大阪空港で PCR 検査の方を受けようと思います。ただまあ抗原検査でもいいってことで、ここだと大阪府民は無料、有料でも2000円ぐらいかなで受けれる感じですね。確か2000円ぐらいで、結果がすぐに出ると。英語で申し込んどけば英語の証明書が出るってことで、ちょっと受けてこようと思います。さあ、ハワイ、いよいよ戻ります。どんな第一声が出るでしょうかね、ハワイで。いやー、でも日本も楽しかったな。
では受けてきます。はい、ここはどこでしょうか。わかりますでしょうか。ハワイに帰ってきました。いやー曇ってるけどやっぱハワイ最高、あったかい。わかりますかね。まあわかるでしょう、ここの橋を見ればわかるかな。はい、晴れ岩にやってきました。ハワイのリゾートホテルに泊まって比較をしたいと思います。ハレイワボール、ここのアサイボールをちょっと食べてからホテルの方に行こうと思います。いや観光客戻ってますね。今ゴールデンウィークの、最後の方ですけど、日本の方一人も見てないですけど、アメリカ人観光客が戻ってます。結構最近ここがインスタグラマーの映えスポットになってます。美味しいんかな。葉っぱアサイボール、マナアサイボール、あ、これかな、青いアサイ、これが有名。うまっ、美味しい。うまい。いやでももうすぐ晩飯やけど美味しい。ハワイ最高。あれこれ車セーフティーチェック、車検のシール貼ってる。え、車っぽくないけど車なんやこれ。わ、鶏卵産んでるし、ここに車、あトレーラーなってるんですね、これが。車っぽくないよ先生。ハレイワボールス、わあここの家いいよね、こんな戸建てがあるんですね。これかっこいい。晴れてたらもっと映えるはず。住んでんのかな。いやここからあのハレイワボール駐車場入り口車止めれましたね、入って。すごい。いやーということでホテルの方向かおうと思います。いやーノッシュは混んでるね。何系やかな、ここが亀のとこか、混んでるな。いやこの辺の、わ駐車場できてる、止めやすくなってるね。亀は空いてるかな。集まってるか多分いてる。いやこの辺のお家とかもめちゃめちゃ高くなってる。昔10年前の多分2倍ぐらいなってんのちゃうかな。いやでもワイキキに帰る車かな。渋滞するねここはいつも。あれチェックインしたけどどっに連れて行かされてる。あのカートについてこいと。バンガローはちょっと離れてるんや、車で、直接行けるんかな。あでもここか。おおおおおおお、ああここに止めろと。なるほど。
Oh, thank you. Can I bring my golf bag too? This way. え、すごいとこ来たな。ああ、こうなってるんや。うわー、おしゃれ。So use this? Yes. おお。あ、冷えてる。うわあ、すげえ。やばい。うーわ。すごい。ちょっと後で詳しく紹介します。はい、改めて紹介です。広い。あ、靴脱ぎましょうかね。多分どっかにスリッパがあるかな。天井高ー。この天井の高さっていうのは見たことないね、これまで。ベッド2つ、クイーンサイズ2つで、リビングスペースもあると。で、景色が、うわ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 、景色すごい。うわすごい。はい、ということでこの景色です。サーフィンしてる。すごいな。あちらがホテル棟ですね。ホテル棟で、こちらがバンガロー。お隣さんがここか。こっちも、あ、結構バンガローありますね。何部屋ぐらいあるんですかね。このスペースすごいね。ここのいいソファー、ここでくつろいたら最高じゃないですか。多分サンセットの時が綺麗かも。後で撮りましょうか。ここも気持ちやろうな。こっからの景色、シャラン。ルームツアー続けますね。で、お部屋の中がこんな感じです。広いリビングスペース。広、鏡でかー。はい、今日は青のアルファシャツです。これがキホロカイのアルファになってます。で、これチェックインの時にいただいたククイの例。いやー、リゾート感たっぷりで、いや、この部屋も最高ですね。間違いないですね。この2日3日間か2泊、超楽しみ。いやー、ここも気持ちいい。ソファーの上からだとこんな感じか。サンセット時間が超綺麗と思うわ。ちょっと晴れてきたね。いや、最高ですね。ここのソファー超気持ちいい。で、ここは、確か冷蔵庫ですね。ここ冷蔵庫で、水はなんか後から持ってくるっていう説明されてましたね。 So we got complimentary waters. We have 4 refill stations on property. One at the golf shop, one at the main hotel lobbysすごい。Yeah. One at the main pool、mm-hmm. and one right here in the parking lot、on the back side of our office.、Mm-hmm. We've got some chocolate covered macadamia nuts. We've got chocolate chip cookies. Wow, すごい。Is that for free? Yes. Wow. We've got、locally made chocolate from Manoa down in Kailua. Yeah. すごい。We've got lots of flavors.、Mm-hmm. We've got salted macadamia nuts. Oh, いっぱい出てくる。Bath bombs.
Oh, bus. Yes. So that's all complimentary. Mm-hmm. And if you would like more, you can just let us know and we can bring more out to you. Wow. And I've got some ice for you. Mm-hmm. So if you do need more ice, you just let us know. I see. We'll bring that out to you folks. So you let us know whatever we can do for you. Sir. Okay. Awesome. Thank you. My pleasure. So how many rooms, bungalows? 42 bungalows. 42 bungalows. Sir. Like this? So there's three different floors. Uh-huh. So we have two queens. Uh-huh. The middle one is a floating king, so the king, the bed is in yeah, the middle. Yeah. And then the other floor plan is one king against the wall. So room size is same, like no, this? No, the middle one's bigger. I see. The two ends are a little bit smaller, mm-hmm. The middle is bigger. But all studio? Yes. Oh, thank you, dear. My pleasure. You have a wonderful day, sir. Yeah, yeah, you too. Let us know what we can do for yes. you, okay? Thank you. すごいね、そんなサービスもあるんですね。何でも電話メッセージすれば持ってきてくれるって、引き出しには何も入ってなくて、こういうルームサービスの QR コードメニューかな見れる感じですね、テレビでコーヒーメーカー、うわー、でここがめちゃめちゃ余裕がある。サイドテーブル何個置いてんのって感じで、この、コンセント2つに USB2 つで、これで明るさを変えれるのかな。あ、そうですね、この辺で明るさを調整できるという感じですね。でこのベッドどうかな、ちょうどいい柔らかさですね。でペント、おしゃれ、おしゃれなアートに天井のこのファンもいい味出してますね。あ、ここのソファもかっこいいね。ルームツアー続けます。でこちらにはクローゼットかがあります。いやー、この空間よ、すごいわ。もう20万しゃあない。でここがバスルームですね。めちゃめちゃ広いやん、超おしゃれ。いや新品いいですね。あ、ウォシュレット、あ、これポイント高いね。ウォシュレットが入ってる、珍しいね。このあんまり日本人宿泊者いないですけど、ウォシュレットが入ってますと。で浴槽が深い、めちゃめちゃ深い。でこのブランドは知りません。浴槽がすごいね。うわー、すごい、めっちゃ深い。いや深っ。果たして今回は入浴シーンございますでしょうか。まあどうでもいいんですけど。でドライヤーか、ドライヤーが何これ、これドライヤーじゃない、え、何これ、わからん。ドライヤーこっちね。ドライヤーは結構普通ですね。普通。何これ。顔が潤うやつ？もしかして。これもキホロ会。このアロシャツも今回滞在中に着たいね。ああ、いい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 。シャワールームが分かれてますっていうことで、以上ルームツアーでした。いやー楽しみ、ここでの宿泊2日間2泊3日か、楽しみで、この景色やばいわ、やばい、やばいってなんか下品な言い方やけど、やばいしか出てこへん。いやーってことで今回いかがでしたかね。川名からやってきて、なんとかタートルベイまでたどり着きましたけど、あとはホテル内のご紹介、レストランとかしようと思います。
そこがそっかホテルか。こっちがバンガローで、ちょっとまた来週ご紹介しようかなって感じですね。いやーでもサービスもいいし、まあなんといってもこの景色、戸建て感ですかね。いやー最高。いやー気持ちいい。寝れる、ここでも寝れる。飽きないねこの景色。いやーでもちょっとホテルの方探索しましょうかね。